オルニトケイリスは、イギリスの白秋前期大武器の堆積物から、発見された骨格の一部から知られる翼竜の属。オーシーマスの復元図いくつもの種がこの属に分類されてきたが、そのほとんどは現在では、疑問名や他の属の一員であると考えられており、今は、模式種であるオーナーサカイラスシーマスのみを含むとされることが多くなっている。数種がヨーロッパと、 南アメリカ双方の白紀中頃の地層から産出してオルニトケイルスに属されたがオーシーマスはイギリスのみから産出しているオーシーマスは元来非常に保存の良くない化石標本に基づいて命名されたためオルニトケイルス族は動物命名規約上の問題を長い間抱え込んでいるオルニトケイルスの化石標本は主にイングランドの ケンブリッジ海緑色砂岩から見つかっており、およそ110万の白秋前期大武器の初め頃の時代だと考えられている。ブラジルのサンタナルイソウ産の化石がオルニトケイリスの種として分類されることがあるが、よく知られた独自の属であるトロペオグナトスに分類されることも多い。オーシーマスはアゴ先端のかけらのみが知られている。その分担には、 特徴的な竜骨状の竜器があった。アンハングエラやコロボリンクスの口先が特徴的に広がったロゼット状になっているのに、比較してオルニトケイルスは比較的幅が狭いや豪の先を持っていた。近縁の他の翼竜が外向きに角度を持った葉を備えていたのとは異なり、オルニトケイルスの葉はほとんどが垂直に生えていた。19世紀の間を通じてイングランドでは、 多くの断片的な浴竜化石が、白秋前期には、左室の海底だった、ケンブリッジ海緑色砂岩から発見された。浴竜の死体が海面を漂いながら腐敗するにつれて、徐々に抗生骨を失い、個々の骨は海底に沈んだ。そして海流が骨を侵食、摩耗させながら、周辺に移動させ、ついに渡た量の砂に覆われて化石化した。 その類の化石の中で最も大きいものでも損傷が激しく同定は難しかった。それらの化石はプテロダクティルスのものとされたが、19世紀の初めから中頃に記載された翼竜は皆プテロダクティルスとされるのが普通だった。模式標本の石板が、この図に描かれている葉はこの標本のものではない、可能性がある。少なくとも現在では存在しない。 若き研究者、ハリー・ゴビアン・シーリーは、ケンブリッジにある、セジウィック博物館で、緑流標本コレクションの整理をするよう命じられていた。彼は、ほどなく、ケンブリッジ界緑色砂岩産標本のために親族を、儲けるのが最良だと判断し、キリシア語の漏入用だ、オーナス、鳥とかイプシロンロー、ケア、で腕から、鳥の手という意味のウルニトケールスと名付けた。 なぜならこの頃彼は、翼竜は、鳥類の直接の先祖だと考えており、この動物の手は進化して、鳥の手になる、途中の移行段階を示していると推測したためである。コレクションの中の状態の良い標本を区別するために、そしてまたそれらは別の学者によって、すでに主として記載ことも、相まって、1869年から1870年にかけてシーリーは、 オーシーマスオーウッドオーディオークシネスオーカーテリオープラティーネスオーセジウィキーークラセデンズオーコピートオーユリグナサズオーレージオークルビリオースカーフリンカスオーブラッケイネスオーカラーイネスオーデンタタスオーデンティキアレイトスオーインカリングカスオーザフェリンカスオーフィティーオーナスチューズオーパリアドンオーコンレシロストリスオーテヌイロストリスオーマクヘイロリンカスオープラティスタマス オーマイケラドン、オーニー、オー、ハックスリーと、全部で28もの種を設けた。しかしながら、シーリーは、模式種を指定しなかった。シーリーが1870年に出版した、著書、ザ・オーナサソリアの中でこの結論を発表すると、当時のイギリスにおける、古生物学会で、指導的立場にあったリチャード・オーウェンがこれに反応した。オーウェンは、進化論者ではなかったので、 オルニトケイルスという名は不適当だとみなした上、分部の形状と葉の位置によって、コレクションの標本は主に二つのタイプに分けることができるとも考えた。1874年、オーウェンは二つの新しい属、コロボリンクスとクリオリンクスを新設した。コロボリンクスには、新種でも色種でもあるコリバーンカスクレビロストリス、さらにオルニトケイルス属に分類されていた種から、 再分類された CO セジウィキーと CO クービリーの2種が含まれた。クリオリンクスには模式種としてのクライリンカスシーマスをはじめとして CR ユリグナサズ CR コピート CR プラティスタマス CR クラセデンズ CR レイジなどオルニトケールス属に分類されていた他の種が含まれる。この属とされる標本 マンチュエル1832と、マック PV35412 シーリーは、オーウェンの説を受け入れなかった。1881年、彼は、オーシーマスを、模式種として指定し、さらにオルニトケールス族の新種バソーライと命名した。1888年、エドワード・ニュートンはすでに存在するいくつかの種を、オルニトケールス族に組み入れた。すなわち、 オーナサカイラスクレビロストリスオーデビージオー、サジティロストリスオーバリーダスオージャイガンティアスオークリフティ、オーダイマディウス、オーノビリスオークルタスオーブローススオーハーピアオー、マクロライネスオーレバシである。1914年、レジナルド・ウォルター・フーリーは、多数の種を作る、新たな試みを行った。オルニト・ケールスという名はそのまま保持して、フーリーは、オーエンのクリオリンクスをそこに加えた。 その結果、コロボリンクスという名は消えてしまったが、その代わりまたもやアゴの形状をもとにした識別点について考慮し、新たに二つ除くロンコデクテスとアンブリデクテスを設けるだけの大きな識別点があると結論づけた。ロンコデクッツには、エルコンレシロストリスエルジャイアンティアスエルデビージが含まれる。アンバリデクッツは、A プラティスタマス A クラセデンズ A ユリグナサズを含む。 しかしながら、非常に保存が悪かったり、判別の難しい標本が皆オルニトケールスの名の元に包含されることが一般的になってくると、フーリーの分類はその後も20世紀の間ほとんどかえり見られることはなかった。九百六十四年に出版されたロシア語で書かれた抑流についての相談では、テロダクトラスコンレシロストリスをオルニトケールス族の模式種として指定しており、 このことは、クーンやウェルンホファーでも追認されていたが、これらの著者たちはシーリーが1881年に、ピ c シマスをオルニトケールス属の模式種として、指定していたことに気づいていなかった。この属とされる標本キャンザム54,429とキャンザム54,67770年代以降、多くの新しい抑竜化石が、ブラジルで、 ケンブリッジ海緑色砂岩より少し古い堆積物から発見された。英国の標本とは異なり、これらの新発見には非常に良好な保存状態の大型翼竜骨格が複数含まれ、アンハングエラをはじめとしていくつもの親族名称が与えられた。このことにより、オルニトケールス標本とその標本をもとにしたいくつもの名称の有効性についても新たな注目が、 集まった。というのも、より詳細な研究により、それらのブラジル産翼流が、実は、ヨーロッパ産翼流の新山異名であるという結論が、出てくる可能性があったからである。何人かのヨーロッパ研究者は実際その例があると、結論づけた。アンウィンは、コロボリンクスを、マイケル・ハストンけどは、クリオリンクスを復活させ、両者ともブラジル産化石をそれらの属に分類した。 しかしアンウィンは2001年にクリオリンクスは有効名タリエナイと主張した。CD の1881年の模式種指定に言及しつつ、アンウィンはキャンザム B54428 をホロタイプとするオーナーサカイラスシーマースが模式種であるべきだとした。そしてこれにより、かつてのオーコンレシロストリスを模式種としてロンコデグッズコンレシロストリスとすることで、 ロンコデグッズ族もまた復活可能となった。オーシーマスの無色標本と T ミセンブライネスの比較結果として長い年月の間にオルニトケールス族には40を超える種が含まれていたが、現在多くの研究者にオーシーマスのみが有効な種であるとみなされている。1987年にペーター・ベルンホーファーが命名した。 トロピーグナサズミセンブライネスは2003年アンウィンによってオーナサカイラス族の一種でありトロペオグナトゥス族は新参移名とされたがこの標本は同様に1989年にはアレクサンダー・ケルナによってアンハングエラミセンブライネスとされ1998年にはアンドレ・ベルドメイヤーによってコリバンカスミセンブライネスとされ2001年にはマイケル・ファストンケドによって クライリンカスミセンブライネスとされた。アンウィンは早くも2001年には、ベルドメイヤーに従って、トロペオグナトゥス標本をオーナサカイラスシーマスに属するものとしていたが、ベルドメイヤーは、オーシーマスが模式種であるとの事実を見落として、オーコンデシロストリスを模式種と指定し、クライリンカスシーマスと CR ミセンブライネスという名称を使用した。2013年、 ロドリゲス・トケルナーは、オルニト・ケールス族は、単形で、オーシーマスのみを含むとし、他の種は別の族に組み込むか疑問名であるとした。彼らはまた、オープラティーネスは、オーシーマスの新参異名であると考えた。オルニト・ケールス族に分類されていた種には、以下のものがある。シモリー・ルーニツ・ダイマディウス、クラトロニツ・ロバーチ、ペイリ・ロニツ・クリフティは、もともと鳥類とご同定された後に、 オルニトケールス属とされたが、最近の研究で彼らは別属であり、シモリー・ルーニツはアズダルコ類に禁煙かもしれず、クラトロニツはアズダルコ科の有効名であり、ペイリロニツは2009年にロンコデクティス科であるとされた。オーブン・ウンゼリーは後期白亜紀にオルニトケールス科が存在した証拠とされていたが、その後これもまたアズダルコ科であろうと再同定された。 以下のクラドグラムはこの属のテレナダンテア内での系統樹を示しており、アンドレスメイヤーズに従っている。BBC のテレビ番組、ウォーキング・ウィズ・ダイナソー脅威の恐竜王国のエピソードの一つで、オルニト・ケールスは、翼海長が12メートル、体重が100キログラムにもなる蝶王型翼竜として紹介されている。しかしその種は、オーナサカイラスミセンブライネスであり、現在では、 トロペオグナトゥスと分類されているものである。また、その後の研究で明らかになった標本の実際の翼会長の推定値も最大で8.26メートルであり、制作側にいた研究者も BBC の過大な推定値は妥当性がないと考えている。ありがとうございます。